はい、おはようございます。グーテンモーゲン。はい、今日はね、オフの日になってます。はい、ということで、まあ今日はね、まあ、オフの日なんで、まあ、ちょっと朝早起きしてね、買い物に早速ね来てます。はい、いつものあのパンをね買いに来てます。はい、でね、まああのオフの日なんですけど、もう最高の天気見てください。この多分動画でも伝わるこの曇天、なんならこれ雨降ってます。はい、まあ、でもね、まあそんなのも関係なく今日まあやるべきことをやって、いいオフにしていこうと思います。はい、でね、最近あれです、あの情熱大陸見ました、古橋選手のね。なんでちょっと、まあ、そういうのにも刺激を受けながら、まあ、今日一日、過ごしていこうと思います。はい、ということで、今日一日スタート。ビキ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 。もちろんあの他のパンは、あ、そう、ちっちゃいパンとかね、僕がこう求めてないパンっていうのはあったんですけど、まあ僕が求めてるパンはなかったので、なんかちょっと悔しいなと思うんで、もう一個あの店あるんで、そっち今向かってます。次絶対勝ちますね。はい、この男の朝は半額パン探しから始まる。パンね、今買いに行ってきたんですけど、ちょっとなかったですね。いや、すごい悔しいです。はい、なんかすごい悔しいですね。まあでも、まあね、はい。いや、ちょっとすいません。言葉出ないっす。まあでも、切り替えて、オフの日ね、せっかくこう、密着してもらってるんで、何か、はい、残せたらなって思ってますけど、いや、マジで悔しいっす。はい、半額パンへの熱い思いを持つこの男、一体どんな人生を歩んできたのだろう。大ジャガイモファミリーの長男として、この世に生まれる。順風満帆に見えた人生も、高校時代に美容院に行って鉛筆にされたことにより怪しくなる。鉛筆ショックから立ち直れず浪人することに。何を思ったのか、浪人期に選んだ髪型はまさかの坊主。髪型というハンデを負いながらも、なんとか大学に合格。浪人期間と引き換えに最強の武器を手に入れた。大学卒業後、ドイツにてサッカー選手として挑戦することを選択。当然のことながら、挑戦には失敗がつきものである。散髪に失敗し、ジャガイモ、具志堅、佐藤健を経て今に至る。忘れてはいけないのが、彼はサッカー選手であるということ。大事なことなのでもう一度言う、彼はサッカー選手である。そんな彼を今回は追いかけてみる。帰ってきて、まあ、まあ、いつも朝は筋トレと、はい、体幹やってますね。はい、なんで、まあ、そのルーティンから始めていこうと思います。はい。いやー、まあね。あ、オフの日に、そうっすね。まあなんでこう、オフの日も筋トレとかするのかって言われたら、逆に質問なんですけど、オフの日でも、オフの日じゃなくても、髪の日ってされますよね。そうっすね。いや、僕にとったらもう、腕立て伏せは、もう、歯磨きをつける。歯磨きを濡らすことで、もう背筋とか腹筋なんてもう、歯磨きをつけると一緒なんですよ。で、体幹って僕にとったら、まあ、歯を磨く。そうっすね。正確に言えば、前歯。だけなんですけど、はい、前歯磨きですね。はい、っていう感じなんで、まあ、前歯毎日磨くでしょ、皆さん。っていうのが、はい、僕の感覚なんで、別にそのオフやからとか、っていうのは、ないですね。はい。なんで、まあ、今から、それやっていこうと思います。はい。いや、もう、全然面白くないですよ。はい。ただただ、筋トレとか。もう、ただただ歯磨きの動画撮らないでしょ。はい。と一緒です。はい。まあ、筋トレは、まあ、腕立って、は、20×5。で、腹筋、背筋とかは、腹筋と背筋はなんかあれですね。自分がこうしんどいっていうところまでやって、そっからちょっとやるみたいな感じでやってて。で、体幹は1分。ここ、普通のやつ1分。横で逆のを3セットが1個っていうイメージでやってますね。まあ、で、この、まあ、体幹とか体幹とか筋トレやるときは、まあ、あれですね。まあ、ユニフォームみたいなんですね。はい。なんで、別に決して筋肉アピールをしたりとか、そういうわけじゃなくて。はい。普通にユニフォームに着替えたっていうイメージです。なんで、ちょっと、筋トレの様子、まぁ、ちょっとだけ、見てもらえたらなと、はい、思います。まぁ、腕立てから、じゃあ、ちょっとやっていこうかな。8万、8万1、8万2、8万3、8万4、8万5、8万6、20万、20万、30、あ、
まあこんな感じですね。はい。あ、はい。今筋トレと体幹終わりました。はい。あ、これですか。これプロテインですね。はい。シャカ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 。まあこんな感じでいつもこれでこう振るとなんかこうよりパワーついてというか、なんかこうプロテインの吸収なんと2倍になるらしいです。はい。冗談です冗談です。嘘です嘘です。はい。まあ、筋トレと体幹終わったんで、まあ、あとは、ちょっとね、ズーム繋いで、日本のね、方とちょっとお話ししていこうかなって。はい。はい、今からは、そうですね、そんな感じで、はい、やっていきます。はい、面白いとは、口が裂けても言えないが、でもなぜかこのくだらなさが、妙に癖になる。そうですね、はい。ズームも終わったんで、まあ、朝食ですね。はい。あ、いつもですか？はい。いつも基本パンですね。はい。パン好きなんですよ。はい。なんで、まあ、これ、リンゴジャムと、あとこれ、ミルカっていうね、まあ、ドイツのお菓子なんですけど、まあ、これ、あ、やばい。これ半額になったのちょっと割れちゃいましたね、これ。そうなんですよ。賞味期限近いから、半額になってたのちょっと、うわ、これ、見らんのはずいな。ここ、スカッとしてもらっていいですか。はい。まあ、朝食は、いつもこんな感じですね。はい。まあ、パン食べて、まあ、一日のエネルギーを、パンパンにする。はい。うわ、また問題くんで、これ、先これもカットでお願いします。この男の面白さ、パンはない。なんちゃって朝ごはん食べ終わって、まあ、読書とかね YouTube の編集とかして今から、まあ、散歩兼買い物っすね買い物に、行ってます。はい。まあね朝は雨降ってて曇ってましたけど、まあ、今はすごい晴れて最高の天気になってますよね。はい。で結構天気変わりやすいです。はい。まあね人生もね雨降る時もあれば晴れる時もある。まあ本当人生ですよドイツの天気って。はい。まあねこれ、まあ、名言みたいな感じになってますけど、これ名言ですね。はい。歩いてたら、あ、横見えるんですか？あ、あれです。あれです。桜ですかね。何なんですかあれ。何ですかあれ。日本語で聞いてもわかんないですよね。はい。そりゃそうだ。ドイツ語で聞かないと。Wie heißt du? あ、ドイツ語で聞いてもわかんないですね。あ、今のは、名前何ですかって聞きました。さっきね、散歩と、まあ、買い物から帰ってきて、今からお昼ご飯食べます。はい。もうほんと簡単なやつしかないですよ。はい。まあ、夜は割とちゃんとこう作ったりしますけど、昼は簡単にもう茹でるぐらいですかね。でもこの上に乗ってんのも缶詰のやつ入れてるだけなんで、全然すぐパパッとできるやつで、まあ昼は済ましてますかね。はい。はい。まあ全然、なんで、ちょっと夜見せますわ。こうちょっと腕、料理の手前見せるんで、ちょっと昼はまあこんな感じで、ちょっと許してください。はい。こんな感じで、いいですか？いきます。全然面白くないですよね。大丈夫ですか？これ取れたかとか。放送できます？やばいっすよね。まあまあ普通に食べますわ。はい。もうダメだったらほんまに、マシにしてください。すいません。じゃあ、どうします？なんか鼻から食った方がいいっすか？そっちの方が取れたかあります？あ、鼻からはいい。普通に。じゃあもう、じゃあいつも通りも普通に口から食べますね。はい。すいません。いただきます。こちらの取れ高のために、何でもしようとするその姿。この男、どこまでも優しい。いや、もうコメントとかないっすよ。マジで。普通に。うまつけんさんばぐらいっす。めっちゃ笑ってんじゃないですか。ありがとうございます。食レポもできる仮にできないことはないのだろうか。そうですね。まあ、ご飯も食べ終わって、で、ちょっと今、腰、怪我してて、まあ、トレーニングとかも今ちょっとやめてるんですよ。なんで、まあ、読書でもね、読書にハマってて、あれです。Amazon Kindle 知ってますかね。あれで、結構いろんな本読んでるんで、まあ、本読んでインプットをしっかり増やしていこうかなって。なんで、本、読みますかね。はい。最強の読書方法があるとのことなので、見せてもらうことに。まあ、いつも、はい、こんな感じで本読んでます。はい。めっちゃ読みやすいです。この男が言う読書とは、一般的な読書とは違うようだ。改めて読書とは何かを考えさせられた。そうですね。読書と、リスニングやって、シャワーして。まあ、そうですね、今。あ、これですか？これさ、まあ、これは、何ですかね。こう、いろいろ、自分が考えてることとか、学んだこととかをまとめてるノート。秘密のノートですね。はい。中身さ、いや、ちょっと恥ずかしいな。そんな。誰にも見せたことがないというこのノート。普段は見せない、本当の彼を、我々に見せてくれた。まあ、サッカーに対する気持ちを、1ページ、ブワーって。書いてますね。ちょっと読むの恥ずかしい。え？読ませるんですか？恥ずかしいな。いや、まあ、サッカーが大好きで、サッカーが自分をここまで連れてきてくれて、サッカーが多くの人を出会わせてくれて、サッカーが今の自分を作って、
くれた。ねえ。うん。まあ、自分の力不足とかを感じてやってる感じですね。でもサッカー大好きと、この気持ち忘れずにサッカー人生を過ごすっていうことを書いてます。ちょっといい言葉書きすぎた。いや、恥ずかしいな、これ。これカットで。ふざけてばかりで何も考えてなさそうなこの男の熱い気持ち、ギャップ萌えとはこの男のためにあるのかもしれない。ギャップ萌えをしていると夜ご飯作りが始まった。これは作っていくんですけど、はい、ちょっと腕前見せちゃいます。見といてください。はい、でまあ普通に最初はもうね炒めるだけで、これ油です。はい、油引いて、まあ普通に炒めて、で今日はもうあれですね、照り焼き風にしちゃおうと思ってます。はい、普通にからもう材料はもう切ってあるんですよね。はい、じゃがいもと肉と人参なんですけど、とキャベツですね。はい、炒めて、はい、まあ結局和食が一番うまいんですよ。和食が一番うまいんで、まあ、もうだいぶそうですね当たってる。あ、OK、じゃあちょっと本当ただのあれですけどね、炒めるだけですけど、ちょっとやっていきます。2品ぐらいですかね。はい、もう一個は、ナスのね、炒め物を作ろうかなと思います。結構、はい、好きですね。せっかくなので、プライベートなことも聞いてみる。いや、でも、別に全然あれですよ。もう、僕が全然料理するんで、別に結婚相手とか、料理できなくても全然、自分はいいですね。はい、いや、まあ、そもそも彼女いないってあれですけど。はい。少し、気まずい空気が流れてしまった。彼女は、いや、まあ、彼女どころじゃないですね。はい。いや、全然モテないですよ。はい。全然モテないです。ほんと。マジっす、マジっす。サッカーだけなんで。はい。サッカー、はい、サッカーだけっす。ずっと、実家暮らしだったんで、全然料理とかは、はい、もうしてなくて、ドイツ来て、初めてこう自分で料理するの。もうそれまではほんとあれですよ。家庭科の調理実習ぐらいですかね。はい。いや、もうほんとに。調理実習とかでも戦力外だったんで、自分は。はい。全然ダメでした。なんで、本当に、まあでも、今は、もう、基本的に、まあ、何でも、もう作れるようにはなりましたかね。はい。いや、それが一番成長じゃないですか。はい。料理までできるようになった、この男。完璧とは、彼のためにある言葉なのかもしれない。容易には考えにくいが、万が一彼の欠点を見つけたら教えてほしい。好きな食べ物はあれですね、ハンバーグとトンカツですね。はい、小学生の頃の文集にずっとそれ書いてました。はい、ずっとそれです。おばあちゃんが作ってくれるハンバーグとトンカツが一番好きです。女性の扱いについても教えてくれた。いやでも料理はそうですね、火加減とかやっぱむずいですよね。やっぱりちょっとでも強かったら焦げちゃうし、逆に弱すぎたら火通んないし、なんか女性に対するアプローチ一緒だなって。もう彼女ないですよね。いや全然ないですね、出会いは。はい、全然ないです。今年26ですよ。26じゃねえわ、25っす。25っすよ。死者5人から30っすよ。マジどうすんだ。なんか最近友達とかも結婚してて、いや本当におめでとう、おめでとうございますって感じなんですけど、本当やばいっす。マジやばいっすけど、もう自分にはサッカーしかないんで。はい、サッカー一本っす。なんか恥ずかしいっす。サッカーへの一途な思いにこちらも恥ずかしくなった。ご飯はそうっすね、おかわり無料っすね。はい、まああるだけですよ、当たり前か。はい、まあご飯そうっすね。まあ、昨日炊いたやつなんでちょっとアレンジでチンします。あ、これはレタスですね。はい、自分結構青虫なんで。はい、ちょっとジョークっす。今のどうですか、使えます。まあ青虫じゃないんですけど。はい、わちょっとうまそうだな。ちょっとだけ味見します。いいですか。じゃあちょっと味見します。味見しよう。料理をしていてテンションが上がったのだろうか、ジョークが増えてきた。味見するっす。じゃあ味見する。いや多すぎやろ。これに使います、このボケ。使えるっすか。いけるっすね、今回これ。いいっすね。うん、
これはこっち600っす、5じゃないんかいって。はい、これいけるっすよ今回。大丈夫、めっちゃ笑うじゃないですか。めっちゃおもろいっす。ありがとうございます。人を笑顔にする才能まで持ち合わせたこの男、神は天物を与えすぎだ。飯に来たんで早速食べてきます。僕だけでいいですか？食べます？いいですか？すいません、なんか僕だけ申し訳ないです。じゃあいただきます。じゃあ何から行こう。あ、でも基本は野菜からですね。はい、これあのさっき言ってた青虫のやつです。今見た方がいいですか？もう本来から見た方がいい。そうっすね。うん、わぁ、青虫のところ思い出すわ。すいません。はい、うまいですね。じゃあ、次、この、照り焼きのやついきます。いただきます。うん、めっちゃうまい。うん。うん。マジでうまい。これは、埋め尽くせんぱーって感じですね。はい。これ視聴率やばいんじゃないですか？マジで。あるっすよね。ですよね。謎の、手応えを感じているようだ。それが合ってるかどうかはさておき、自信を持つこと自体は悪いことではない。単刀直入にドイツに来て感じることを聞いてみた。まあそうですね。まあでも、まあ、ドイツ来て本当に学ぶことだらけで、すごい本当に毎日生きるのに必死で、けどこうすごいその分成長できてる気もしてて、いや本当に毎日楽しいですし、なんか本当に生きてるなっていう感じがします。この男の日々の努力の原動力について聞いてみた。そうですね、まあもちろん楽なことばっかりじゃないですし、まあ、大変なこととか、まあ、日本ではありえないことが、ね、起きますけど、でも、まあ、全部自分成長につながってるというか、はい、そう思ってるので、いや本当にこの環境で自分がこれできるって、その姿勢が出てるのは山すべて感謝だなって本当に思ってるので、はい、本当に感謝しかないですし、まあ、少しでもその恩返しができるように、本当にお世話になってる人いっぱいいるので、少しでも恩返しができるようにやっていかないとなっていう感じです。はい、お世話になった人への恩返し、それこそが彼を突き動かす原動力だった。まあ、こんな感じですね。はい、あと、はい、今日も、はい、ありがとうございました。はい、また、はい、情熱大陸出れるように頑張りたいなと思うんで、はい、頑張ります。はい、本当ありがとうございました。感謝の心を忘れず努力し続ける彼から今後も目が離せない。